三期商業株式会社は、大阪府屋尾市若林町に本社を置く、ベビーブック、子供服メーカーである。創業者で現社長の木村光一が、1971年に大阪でベビー子供服の製造卸しを行う、三期産業を創業する。その後、1978年に改装、現社名に改めるとともに、三期から取ったブランド、 ミキハウスを冠した子供服の SPA で勢力を拡大し、海外にも多数出展を行う。主に子供服を中心としたアパレル事業がメインだが、グループ企業によりベビー総合プロデュース事業をはじめ、他にも出版、教育、外食事業なども行っている。2006年に東京海上キャピタルが40億円の第三者割当て増資を引き受け、発行済み株式の 約60%を保有する筆頭株主となった。2010年をめどに株式公開を目指す方針としたが、サブプライムショック以降の影響もあり、株式公開は見送られている。2013年4月22日、イギリスロンドン中心部にある老舗高級百貨店、ハロッツに日系アパレル企業として初出展した。アパレル事業部は、ミキハウスグループの中核事業部、 展開するブランドは5つ。日本国内の直営店、約180をはじめ、日本国外でも9カ国で販売している。取り扱うアイテムは、ベビー服、子供服だけではなく、靴、玩具、雑貨など幅広い商品展開を実施している。ミキハウススポーツクラブ企業が、スポーツチームを所有することや、競技会へのスポンサー活動などは、 その企業のイメージを向上させるのに貢献するが、ミッキーハウスもスポーツクラブを運営し、2019年現在13、競技で34人が所属している。所属選手はミッキーハウスの社員の身分である。このミッキーハウススポーツクラブとは別に、社会人野球チームとしてミッキーハウス公式野球部を保有している。また、社長である木村は、 ミキハウス HK サービスの法人名に手橋としても活動している。世界の国の街角で子供たちの笑顔を映した CM は同社の代表的なイメージ戦略となった。特にフランスで撮影され少年がフランスの子守唄フェ・ドードを歌い家族に拍手される様子を映した父は君が好きです。ただそれだけですなどの CM を はじめ、39人の赤ちゃんたちの声で、ルートビヒバンベートーベンの、公共曲第9番第四楽章、歓喜の歌を奏でる CM など、その他にも、数多くの CM が放映されている。しかし少子化の影響もあり、スポンサー番組が少なく、テレビ CM に関しては、スポット CM で少々流れる程度である。なお、銀座三越の入り口に設置された街頭ビジョンでは、 毎日 CM が放映されていた。現在一社提供番組、提供読みは子供の夢を見つめるミキハウスだった。各社共同提供番組 A ハロッツに、ミキハウスイコール日系アパレルで初出展2008年に一度解散、別の社会人野球クラブチームの支援に転換し、ミキハウスベースボールクラブとして支援していた。その後2018年に、 同チームを引き継ぐ形で再度公式野球部を立ち上げたミキハウス歓喜の歌編ミキハウス公式 YouTube チャンネル3期商業株式会社2020年1月11日閲覧ミキハウススポーツクラブに関するカテゴリーありがとうございます